皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです、それでは今回はファミスタクライマックス続きをプレイしていきましょう。で、前回ですね、ショップに駆け込むところまでご覧いただいたと思うので、今回はその続きになります。今ショップに入っている状態なんですが、ここからはですね、ファミナスポイントを使ってそのまま選手が獲得できるんですね。これ今ホームランバッター欲しいって話だったんですが、まあ、例えばこの荒いミート A、パワー A とかね。ただ1万2000のファミナスポイントってなるとちょっと厳しいですよね。あとレアードが A プラスで3800、貯めとけばよかったかなって感じもするんですけどね。まあ今更ですよね。西岡剛、まあ、藤田とかメヒアとかもいますけどね。まあ、メヒアだったら手が届くかなっていうところと、あと高橋周平だったらパワー B で 1500FP で獲得できるんですが、まあ、ちょっとここはね、今回は見送りましょうということで、もうちょっと貯めてからしっかり選手を獲得していきましょう。新井とかね、ミート A、パワー A、 メヒアに関しては A プラでしたからね、パワーが。さあ今回はタイガースとの3連戦を見ていきます。おお、支援金 1000FP をもらえたぞ。次カードに止まった時のためにちょっとしばらくファミナス引くのを控えてファミナスポイントを貯めていきましょうか。ピッチャー陣は本当にだいぶ充実してきましたからね。杉内はじめ、前回は菊池雄星をゲットして早速菊池が勝ってくれたし、しかも今回は阪神戦ですからね。切れていくか、残るね。よし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 。いきなりノーアウトランナーが二塁か。ここはしっかり送りバントで三塁にランナーを進めたいな。岩田か、ただどうだ、抜けるね。よし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 。岩田からそうそう点が取れる気もしないんで、この回に一気に2点3点と点を上げていきたいところですけどね。強振で狙っていきましょう。これは切れていくか、残ってる。すごい流し打ちの技術だな今の。もう三塁線上まっすぐに行きましたけどね。さあこれは進塁打にはなる。ワンアウトランナーが三塁で中井か。ここはもう外野フライでもいい場面ですが、センター前ヒット3点目。これはゲッツーになっちゃうかな。一塁転送されてゲッツー、まあ、ただこの回3点取れたのは大きいな。そしてピッチャーは杉内。だー、取れなかったか。スーパーファインプレー狙いましたけど、いきなりノーアウトランナー三塁か。でスキル発動してパワーが上がった西岡か。まあ1点はしょうがないかな、ノーアウトランナー3塁なんで。こっから1点で抑えましょうね。え、盗塁に目がくらんでしまった。いやー、ちょっと噛み合わないプレーが出ちゃったかな。これは切れてくれ。よし、切れてくね。うわ、大飛球だ。切れなかったらホームランかっていうあたりでしたけど、これは切れないね。今度はよし、三塁はタッチアウト。ようやくワンアウトだな。ただ2点返されたんで、ここはリードのまま進めていきたいんで、なんとかこの回このまま
2点で抑えたいですね。これはただフェンス直撃。追いつかれたか。しかもこれはなんとかレフトが前に出てきて抑えてくれた。これで3対3。初球を打って山本はセカンドゴロですが、エラーに助けられる形ですね。そしたら小林はフィッティングしかないんで、このあと杉内で早くも代打を送るっていう選択肢もなくはないんですが、ここは岩田のフォークの前に空振り三振となると、もうここは杉内はそのまま送り出しましょう。だー、スリーバント失敗だ。え、スリーバント失敗ではなく、ちょっと今スリーバント失敗かーっていうので、その目を背けてしまってたんですが、その間に何が起きたんだ。岩田に打たれたか。もったいないね、ピッチャーに打たれるのは。しかも送りバントがうまい。俊介か、やられたな。ワンアウトランナーが二塁一塁。杉内もこの回までなんとか抑えてほしいんだけどな。西岡か、ちょっと怖いな。一塁はセーフだよね。これは追いつくか。追いついたね。危ない危ない。なんとか0点でしのいだな。で3回の表、1番から好打順。これはどうだ、荻野の足ならセーフだよね。さすが荻野だな。で荒木、ここはヒッティングでいきましょう。サードフライに倒れて3番岡島。お、これはいい感じだぞ。いやー、荻野が最初からホームめがけて突っ込んでれば、あるいはっていう打撃、打順、打撃じゃない、打球でしたけどね。これは抜ける、よし。なんとか1点勝ち越しだな。これで岩田をノックアウトしたので、もう1点取っとけばまあ安心かな。まあこのパターンだと西村を送り出すパターンですけどね。まあ、この回2点勝ち越ししたので、そうなるとそうです、もうこのチームの守護神西村健太郎。よし、これは切れていくよね。まあファールでもね、ストライクカウントが稼げればもうそれで OK ですからね。カノーも空振り三振。ファインプレーで最後はスリーアウト。いやー、本当にここ何試合か連勝が続いてて気持ちいいな。これ7連勝なんじゃないかな。3立て3立てできてますからね。スキルゲットで遠投を手に入れたか。お、これは外野の荻野からするとレーザービームに一歩近づいたって言えるんじゃないか。
いや、すごくいい感じで来てますね、ここまで。このまま快進撃を続けて4番打者が欲しいけどな。先発完投ミッションということですね。今日の先発は誰だ？そこによるよな。今、杉内が投げたので、今村じゃないかな。今村だと、うまくアウトカウントを稼げれば、まあ、フォークボールを節約できれば、完投完封も夢じゃないですけどね。ランナーを出して決め球のフォークを使わなきゃいけない場面が増えてくると、ちょっとスタミナの面で不安が出てはきますが、一番大きいのが、まずはツーベース。荻野安心感あるよな。で、荒木はここは送りバントでいきましょう。これでワンアウトランナー三塁。なので、岡島もここは。おー、ナイスバッティング。外野フライ、犠牲フライでもいいかって言おうと思ってたんですが、一塁線を抜くタイムリーツーベースですね。堂林はショートフライ。ショートゴロ。ちょっと打球が速すぎたので、岡島は先の塁には進めませんでしたね。これはスローボールが外れて、ワンエンドワンから第3球目。これは、セカンドがいい位置にいましたね、守備位置。あるいは抜けるかっていうようなね、いいところでしたけど。さあ、まずは俊介をサードゴロ。完封を意識するんだったら、あるいは完投を意識するんだったら、少しその球数はね、気にかけていきたいっていうのと、あと決め球、伝家の宝刀フォークボールも節約していかなきゃいけないんで、とはいえね、今みたいに打たれてしまうと元も子もないので、追い込んだらちゃんと すいません、フォークボールで、確実に三振を取っていきましょう。これは振ってくれないか。これで追い込んだので、追い込んだら、まあ、ちょっとスタミナを使ってしまいますが、フォークボール。これで、空振り三振。吉川は初球を打って、これはツーベースになるかな？スリーベースになるぞ。よし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 。で、山本ですね。まあ、スクイズするような場面でもないので、ヒッティングでいきましょう。だー！ショートフライナーがちょっと戻りきれませんでしたね。で、小林が初球を打って、レフト前ヒット。まあ、ここは今村、ヒッティングしかないですからね。ツーアウトランナー一塁。うまーく一塁線を抜けてくれた。これで、我がチーム、ナンバーワン戦力と言っていいでしょう、荻野。で、初球を打って、セカンドライナー。この2回の裏のね、今村のピッチングが完封への布石になりますからね。この回、省エネでいければ、本当に完封が見えてくる。おお、いいね。そしたら追い込んだら、フォークで空振り三振。ここはね、初球を打たせて、内野ゴロとかだとね、球数が節約できたんですが、追い込んだので、フォークボールで空振り三振。いやー、今村のフォーク、本当に面白いように空振り取れるな。今村のフォークっていうか、フォークボール自体が、すごい。さあ、2番の荒木です。まず強振4回放てるんで、ちょっと荒木、甘いボールが来れば強振も入れていきましょう。
どうだ、強振したんですがファールボール。これはセカンドフライに倒れてワンアウトで岡島です。これは抜けていくね。あの手のボール結構難易度普通のコンピューターは抜けてくれますね。いやー飛び出しちゃったね。さあ今村の最終回、センター荻野が抑えて1球で仕留めたのは大きいな。荻野はね今も思ったんですけど足が速いんで守備もね今みたいなボール簡単に余裕を持って追いつけるんですごく使いやすいですね。ってことを考えるとやっぱりその足の速い選手最強説ですね、このファミスタクライマックス。さあ俊介ですね、ファーストストライクまで打力アップです。ただここはそのファーストストライクを取ったんでにゃ。さあこれで空振りが取れれば OK 完封。いやーうちのエースだな今村は。いや本当堂々たるピッチングですよ今村、素晴らしい。こうなってくるとね、決め球がフォークの選手集めたいな。で誰か一人ゲットしたぞ、誰だ、坂本か。まあうちの正捕手はね小林がいるんで、小林が故障した時とかにね、控えの捕手要員としてちょっと検討だけしておきましょう。今はやっぱり再三お話してますが長距離の打てる打者、ホームランが打てる打者が欲しいんですよね。今だとうちの選手チームだとパワー C の岡島堂の上が一番長打力ある選手になってるんで、まあ、パワーがやっぱ A ぐらいのね選手が一人入ってくると本当に長距離の打てる厚みのある打線になるんですけどね。まずは安定の荻野がツーベースとなると、ここは荒木にしっかり送ってもらいましょう。にゃ、追い込まれたのでヒッティングに変えていきます。一塁アウトか、進塁打にもできなかったな。これはセンターフライで、ジャイアンツの4番を務める堂上、まだホームランがないからな。ここはただきっちり4番の仕事を果たしてくれたね。先制のタイムリーツーベースで、こっからねジャイアンツ打線がちょっと弱いんですよね。まあ今中井がうまくタイムリーツーベース打ってくれましたが、5番から続く下位打線がちょっとね、弱いんで補強ポイントにはなってきますよね。さあ2点を先制して菊池のピッチングです。違う高木だな、なんで高木になってんだ、ちょっと後で確認しておきましょう。4番目の先発になってるはずなんですけどね、スタミナ切れ起こしてんのかな。ねえ一塁線を抜かれた、これはツーベースになるかな。ワンアウトがランナー二塁、西岡は結構よく打たれてるイメージだなここまで。
151キロのストレートは外れてしまいましたね。ファミスタに関して言うともう本当、うわーやられた、久々に守備のミスをしちゃったな。あの選手集めが本当に楽しいですね。まあまだ全然集まってはいないんですが、もう菊池雄星をゲットした時の喜びといったらなかったな。そう考えるとショップで欲しい選手を買うっていうよりファミダスで当てていくっていう方がなんかその面白みはあるかもしれないですね。荻野の足が追いつけなかったですね。これで1点返されまして同点。うーん、高木がピッとしないな。今日は継投かな。だあ、多いのがこいつだ。にゃ、面白いようになんかやられちゃったな今のなんかは。 OK、 ナイスプレー、荒木のファインプレーでなんとか1点差で2回の表に入ってきましたね。まあ、高木はもう次変えざるを得ないので、まずはこの回の先頭打者山本が出てくれないと。これはライトが追いつくね。当たりはなかなかに良かったんじゃないかと思うんですが、これも小林がショートゴロ、初球を打ってます。そしたら高木を変えていきましょう。ここは脇谷を代打に送ります。初球外れてワンボールから第2球。にゃー、ボール球だったな。そしたらピッチャーを変えていきます。あー、菊池、杉内、今村ともにスタミナ切れですね。となるとここは小川あたりを送っていきましょう。これはサードが追いついてワンアウト。これで2アウトですね。あっさり来たな、ここまでは。で、1番の俊介。セカンドゴロに打ち取って、この回は三者凡退に抑えました。さあ、なんとかこの回、点を取っていかないと。一番大きいのからの高打順抜けていくね。よし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 。そしたら荻野は走らせましょう。荻野の足なら確実にセーフでしょう。これで何なく得点圏にランナーを進めたんで、荒木はヒッティングできればね、右方向に進塁打。オッケー、目論見通りですね。これで犠牲フライでも同点、延長に持ち込めるパターンですが、ここは岡島がきっちりタイムリー。これ西村健太郎の出番が出てくるパターンに持ち込みたいですね。ピッチャーがタイガースも変わってくる。石崎に変わってきて、これは落ちるでしょう。よし、逆転だ。で、中井はこれはセカンドゴロ、ツーアウトランナー3塁。もう1点あるとかなり安心感あるんだけどな。強振があと2回振れるので、ここは吉川に強振をさせていきましょう。
上がりすぎだな。レフトが落下点に入って、加納が抑えてます。で、鬼門の2番の西岡からか。ここは西村を送りましょう。よし、まず西岡を抑えた。これ大きいな。西岡はね、かなり打たれてるイメージあったんで、西岡を抑えておけばかなり心穏やかに次のバッターを迎えられるというところで、西村のフォークボール。いや、西村のフォークボールね、本当に助けられるな。にゃー、ただここは新井に。三塁線を破られましたね。2者連続ヒットを浴びたので、ちょっとここはもういつものフォークボールを連投するパターンに持ち込んでいきましょう。オッケー。西村のフォークさえ投げとけば確実に抑えられるからな。いやー、これで9連勝だ。非常にいい感じで来てますね。はい、というわけで今回はタイガースとの3連戦。まあ、だいぶ西岡にいじめられた感じはありますけどね。まあ、守護神と言っていいでしょう、西村によって助けられた試合が何試合かありました。で、ファミナスポイントも4000ポイントまで溜まってるな。じゃあ、このトレーニングマスまで行ってから、終わりにしていきたいと思います。で、このトレーニングに関しては、キャンプ代が必要ですが、野手5人までの経験値をアップさせることができますということですね。キャンプ代は1人当たり 1000FP。 いやー、これ無理だよ。 1000FP なんて出せない。やめましょう、こんなの。ぼったくりだ。はい、というわけで、今回はタイガースの3連戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は DeNA、ベイスターズとの3連戦をお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまでにします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。